クマは、食肉目ククマ科の構成種の総称。北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、スリランカ、台湾、日本、北極最大種は、北極グマで、体長200から250センチメートル、体重300から800キログラム。ついで大型のヒグマで、体長100から280センチメートル、最大体重780キログラム。 最小種マレーグマで体長100から150センチメートル体重27から65キログラム一般に蜜に生えた毛皮と短いを太くて短い獅子と大きな体優れた犬の7倍もの嗅覚を持つ視覚や聴覚は特に優れてはいないが嗅覚は発達している頭部は大型だが目や耳界は小型で耳界は丸みを帯びる視力は 弱い種が多いが、嗅覚は鋭い。顎が発達している。紋士は特殊化しておらず、剣士は長く、上顎第4小球士及び科学第1大球子が、発達せず、大球子は幅広く、丸みを帯びた破線で物を噛み砕くことに適している。詩式は、紋士上顎6本、科学6本、剣士上下2本ずつ、小球士上下4から8本ずつで、個体変異があり、 第9史上学4本、科学6本の計34から42本。乳頭は、クマ族は3体、ジャイアントパンダナマケグママレーグマ、メガネグマは2体。寿命は25年から40年の種が多い。種は短く、がっしりとしている。指跡は5本で、それぞれに長く湾曲した出し入れできない鍵爪がある。この爪は物を引き裂いたり掘り起こすのに適している。 木登りや穴掘りに優れた形状をしている。マレーグマ族以外は肉球を除いた足裏は体毛で覆われ、北極グマでは顕著。ヒグマ付きのワグママレーグマジャイアントパンダイヌカやアライグマカと比較的類縁関係が近いとされる。パンダ類の分類については諸説あり、パンダ化として独立させたり、レッサーパンダをアライグマカに含めるなどされてきたが、DNA 分析による結果から、 ジャイアントパンダはクマ科に含まれ、レッサーパンダは独立のレッサーパンダ科とする考え方が有力となっている。3カの関係は、ジャイアントパンダカが離れており、クマカとメガネグマカが近縁である。そのため、ジャイアントパンダカを別価とする、あるいはメガネグマカをクマカに含めることがある。一方で2005年の MSW3 ではカを認めていない。 主に山岳地帯や森林に生息するが、北極熊は表現に生息する。足裏を設置して移動する。寒い地方及び陶器に食料が少ない地域の種類は、周期に豊富に栄養をとって、陶器に冬ごもりを行う。冬眠中の熊は、体温が下がり、呼吸数や心拍数が減るとともに、餌や水を口にしなくなるだけでなく、排泄や排尿も見られなくなる。 主に植物食傾向の強い雑食だが、北極グマは肉食の傾向が強い。両者の間では、顔の骨格も異なり、前者はよく発達した方々ねゆ側面に見られる眼下及び小さな剣士を収めた、短くて円筒形の頭蓋骨、関節が高い位置にある弓形の下顎骨、側頭筋と後筋の大きな付着部、長い薄刃を特徴に持っている。 対照的に、後者は小さな、頬骨弓、正面に見られる眼下及びよく発達した剣歯を、収めた、長大な頭骨と長い顎、歯列レベルまで、低い顎関節、少ない薄歯を特徴に持っている。成獣のメスは7から8ヶ月の妊娠期間を経て、約1から4個を出産する。冬ごもりを行う種は、冬ごもり中に幼児を生む。熊による、農作物被害。 山林被害、畜産被害、人身被害などが深刻な問題となっている。熊林。裏番台ビジターセンターにて。環境省は、熊被害の増加を踏まえ、熊類の出没にかかる適切な対応についてを発出し、立ち入り制限や捕獲対策等の迅速な対応、人と熊の圧力解消に向けた取り組みなどの対策を示しているものの、具体的解決策は見出せていない。 一方、統計的な観点から見ると、熊による日本の年間死者は、平成29年で1名、令和元年で1名。平成20年以降最も多い年が、上記の4名である。熊の手のひらが、中国では高級食材として珍重されているが、日本では、月のワグマが、小型ゆえに熊手のひらの材料には不向きである。 日本には安算のお守りとして、熊の手のひらを出産時の産湯につけておくという風習があった。日本でもその肉が流通量こそ多くないものの食用とされている。味や匂いには個体差があり、生前に何を食べていたかによって変わるという説が多く、芸肉のようなものから硬くてっこい、動物臭いものまでと幅広い。なお、重篤な症状を起こす。 つむじ虫が筋肉に寄生していることがあるため、生殖は避けるべきである。漢方やアイヌの民間療法では、熊のあらゆる部分が薬用とされる。中でも、熊の胆のを原料とした、牛タンとも言うが競争剤、腹痛薬、下熱薬などとして珍調される。牛タンの主成分である、炭獣酸の一周ウルソデオキシコール酸には、実際に胆液の流れを良くし、 胆石を溶かすなどの薬効が認められており、医療現場で使われている。鬼熊、絵本百物語、竹原春仙がギリシャ神話では、妊婦のカリス島が、大宮ゼウスによって、強引に妊娠させられた上、ゼウスの妻、ヘーラーの嫉妬によって、熊に変身させられるという悲劇に見舞われた。講師で立つことができる上、両手を器用に使う様から、しばしば擬人化され、 絵本などの物語でもキャラクターとして登場することの多い生き物である。北方の少数民族や北米先住民をはじめ、広く世界的にクマは人間と異なる神、あるいは知恵のある存在、豊かさの象徴として信仰の対象とされてきた。ベルリンやベルンなど地名に用いられることも多い。その力強さからベルセルクなど、 従順や狂戦士の伝説にも関連が深い。自分たちの祖先として熊を信仰する場合もある。アイヌのヨマンテの儀式は代表的な例である。ネアンデルタール人も熊を崇拝していたとも言われる。古来、日本では年老いた熊は鬼熊という妖怪に変化を遂げると信じられており、昔話や絵本などにしばしば登場した。ロシアでは、 熊は国を象徴する動物とされている。外国からもロシア帝国、ソ連は、その兄弟さや、脅威性から、北国の猛獣熊に例えられることが多かった。1980年のモスクワオリンピックでは、グ熊のミーシャが、マスコットキャラクターとなった。ちなみに、ロシア女帝エカチェリーナ2世は、元はドイツのアスカーニエンケ出身であるが、そのアスカーニエンケ出身の初代、 ブランデンブルカ編狂博アルブレヒト一世は、クマ公というあだ名をつけられた。アスカーニエン家はクマを紋章としている。スイスのベルン氏は語源がクマであり、死の紋章はクマである。他にも、ドイツのベルリンやスペインのマドリードの四季と紋章もクマである。クマのぬいぐるみとして、テディベアが広く知られている。テディとは、セオドア・ルーズベルトの愛称である。 クマを狩りに出かけたルーズベルト大統領が当てがわれたアメリカグマの子クマを見逃したという話を元にテディベアというぬいぐるみが誕生したテディベアなどクマのぬいぐるみが元となり世界的に知られているキャラクタークマのプーさんが生まれた映画にはテッドが登場している日本においては近藤秋によってデザインされたキャラクターリラックマの関連グッズが2003年より 販売開始されており、ぬいぐるみを含め非常にポピュラーなマスコットとなっている。熊本県の熊門、長野県のアルクマなど、熊を、熊本県には現在野生の熊の生息は確認されていないが、懸命に熊がつくことから、熊をモチーフにした。一方、長野県には野生の熊が数多く生息しており、これ都道県を代表する、 農産物のリンゴを組み合わせたマスコットが導入された。北海道夕張市のメロングマも同様に同市に数多く生息するヒグマと市を代表する農産物の夕張メロンを組み合わせたマスコットである。ロシア語ではクマを表す固有の単語がない。これは名前を呼ぶとクマを呼び寄せてしまうという迷信から使われないまま忘れ去られてしまったからとされている。その代わりに 蜂蜜を食べるものと熊のことを呼んでいたため、この語が熊も指す言葉として定着した。日本列島において熊は食物連鎖の頂点に立つ生物であるため、日本語では巨大な生物を熊に例えることがある。動植物の大型種の和名には熊を名の一部に用いたり、熊に似ているとして付けられることもある。熊笹も熊笹と表記されることが多く、 これを用いた健康食品には、熊の絵を描いたり、熊の出るような宮間の笹などと称しているものもあるが、正しくは、熊笹である。ありがとうございます。